里崎チャンネル。さあ、里崎チャンネル始まります。こんにちは。ということで、今日はですね、ライブスタジオに来てます。今日は出張里崎チャンネルです。今日はですね、僕の、お友達でもあるバンドにですね、突撃取材したいと思います。今日この中にいるんで、ぜひ行ってみましょう。よろしくお願いします。皆さん、こちらです。今日のゲストです。ハイサイジャーバーモンゼアーティストですよ。アーティスト、さあどうもです。不思議、不思議ですよ。里崎チャンネル初アーティストゲスト。イエーイ、やったぜ。すごい、初里崎チャンネルは。ありがとうございます。野球界のゲストとかそんな呼ばないんですよ。ああ、そうですね、はい。こっちの方向で頑張りたいんですよ。こっちの方向で。こっちの方向で。こっちの方向でも頑張りたいんですよ。いやー、まさか、もう見てたチャンネルですから。本当ですか。すごいですよ、本当にもう。僕、野球大好きで、はい、もう、多分誰よりも詳しいんで。いやいや、そんなことないと。まあ、それはおいおい聞いていきますけど。じゃあ、まず最初は、はい、ちょっと自己紹介、ね、皆さんに、はい、お願いします。はい、ジャバーボンズ大きいボーカルの高野だよー、よろしくー。はい、ボーカル小さい方のヤスでーす。はい、ベースの大安でーす。ギターのシモンでーす。破天荒、沖縄の楽器三振とギターやってます、コウジでーす。イエーイ、はい、今回サポートドラムで、はいはい、沖縄の後輩の、はい、シベリアンスカウントというバンドから来ました、シベスカ、シベスカ。イエーイ。ね、だって東京に、東京に、一番最初、結成は何年なんですか。結成が、はい、なんと僕ら、2002年ですね。2002年ですか。はい、もうじゃあ18年。そうなんですよ、はい、でアマチュアを何年かやってからのデビューなんで、もう結成から考えたら18年。すごいっすね、18年何やってんだよ、18年はおい、ちゃんと稼げよ。なかなか音楽で稼ぐのは大変ですね。はい、でも西日本の方だったら CM ソングとかやってるじゃないですか。そうなんですよ、はい、下は沖縄から、はい、上は静岡まで、はい、がっつり金ちゃんヌードルの CM 流れてますからね。はい、徳島製粉の。そうですよ、もう全国でも今大道のミュートお水の CM でも全国流れてるので、はい、皆さん、はい、よーチェック。いや、今バッサリ行くかもしれない。編集点作っちゃった。作っちゃった。だからね、知ってる人からしたら耳より、はい、あ、聞いたことあるっていう。ああ、そうですね。あ、これこのメンバーのやつなんだっていうのがね、今知れたかもわかんないですけど、はい、そう、やっぱ東京でもいろいろライブやってる中で、はい、この大道の曲やったら、はい、みんなおーってなるんですけど、はい、まさかこの人たちが歌ってたっていうのは誰もわからない。繋がってないんですよね。誰が歌ってんのかって誰もわかってないので。だってミューとかだとね、なんかちょっと爽やかな感じの CM ですもんね。爽やかじゃないみたいな。いちいち爽やかに来たのに。でも僕と一番最初出会ったんが、あれ2013年前ですか。3年前ぐらいですか。そうですね、16とか7とか、はい、それぐらいの徳島のね、はい、ゴジカルっていう、はい、四国放送の、四国放送の、まあ、徳島の方だけがね、わかりますっていう、ゴジカルっていう素晴らしい番組やってるんですけど、そう、もうそこだけわかればいい。もう十分ですよ。レギュラーだったんですよね、曜日の。そうなんですよ、毎週水曜日ね、はい、で、僕が水曜日に出た時に、はい、初めてお会いして、そこからのお付き合いですけど、いや、もうそこからの、うん、僕だけその東京出身で、うん、二松学舎ってところで野球をやってました、うん、野球少年だったんです、うん、里崎選手がこのゴジカルと番組のゲストに来ると、うん、俺だけ舞い上がった、うん、前緊張して。いや、みんな舞い上がってたよ。いや、3年のレギュラーの中で一番緊張して。里崎さん来ました、はい、で、里崎さん今日よろしくお願いしますっていうので、うちの高野、全く野球が分かりません。僕、野球大好きで、はい、もう、多分誰よりも詳しいんで。僕、野球大好きで。そんなやつが、里崎さんに対して、里崎さんって、どこ守ってたんですか。やばい、こいつは何を言ってるんだ。一旦黙るぞ。徳島で言ったら、うん、超有名ですよ、自分で言うもんなんですけど、徳島の中では。あ、
で、そこからの最後、俺は勇気を振り絞って佐竹選手に写真を1枚撮ってくださいと、そしたら佐竹選手もこう優しいんで、もういいよいいよって撮ってくれたんですけど、その後にこいつ何も佐竹選手分かってないから、佐竹さん LINE 交換していいですか。はぁ1回黙れよ、言うなでしょ、1回黙れと思ったら佐竹選手がうん、いいよいいんだいいんだとか。でもそこからもう始まりですから。そうですよね、だから逆に僕のこと知ってたら今この関係がないかもわからないな。なるほど。逆に言うと本当無知っていいなって。いや本当に素直にこの番組の中でやっぱバラエティの喋りがすんげえ面白いと思って、だからそれで LINE 交換していろいろこうね仲良くなって教えてもらおうと思って、だからもう僕からしたらもうバラエティの方なんですよ。いやいや、すごいバッター、すごいキャッチャーよ。ね、だけど高野からしてみたら、すごいバラエティの方。今日この後は、はい、みんなの歌を僕も一緒にスペシャルコラボも。それが一番今日楽しみだ。俺らめちゃくちゃ練習しましたから。その曲、もう緊張して、里崎さんが歌うんだ、やばい、超練習しなきゃってめちゃくちゃ練習してました。いや、まあ、その歌で言うと、まあね、ここで言うと勝利の歌っていうのを、はい、僕は皆さんと歌わせてもらうんですけど、はい、だから多分僕が一番初めに聴いたのもそれですよね。そうなんですよ、勝利の歌と、はい、あともう一つちょっとラテン系みたいな、マンマミア、この2つを初めて多分スタジオで、うん、あーそうだそうだそう、聞いた時に歌詞もいいし、もうなんかちょっと勇気づけれるし、なんかね、今いろんな大変なことありますけど、それにもなんか今の時代、今の世の中にも合ってる曲やと思うんで、なんかその皆さんにもそれをね聴いて歌詞見てね、ちょっと元気になってもらいたいなっていう意味も込めて僕はこの曲を選曲させてもらったんですけど、素晴らしい、もうそのままどっかの番組で使います。どっかで聞いたことあるコメントということで、はい、じゃあこの後皆さんぜひ1曲、はい、2曲、はい、3曲、4曲、5曲、5曲ワンマンライブになってる。お願いします、はい、お願いします。